国内のアパレル最大手ユニクロ。ここでちょっと変わった新サービスが始まっていました。一見普通のユニクロに見えますが、お店の一角に見慣れないコーナーが。リ・ユニクロスタジオと書かれています。お客さんがやってきました。袋から取り出したのは赤いパーカー。よく見ると、おや、穴が開いています。ちょっと肘の部分、穴がちょっと開いて、そこからどうか。そうですね、返品でしょうか。今日はリペアで修理に。そう、こちらで受けられるのは洋服のお直しサービス。ユニクロは2006年古着の回収をスタート。回収したダウンをリサイクルするなど、日本のアパレル企業の中で早くから環境配慮に取り組んできました。そして去年10月、洋服をもっと長く着てもらおうとお直し事業に乗り出していたのです。パーカーを持ち込んだ数日後、お直しができていました。早速着てみると、あ、すごい可愛い、あ、丈夫になってよ。丈夫になってる、うん、丈夫そうだね。したり、肘に開いていた穴は細かな刺繍が施されワンポイントに。これで料金は2000円。なぜ新品を買おうと思わなかったんですか？愛着があるから、好きなものは長く使いたいなと思ってるので、直せるものは直したいなと思っていて、ユニクロの製品でも年が変わったらちょっと形が違っちゃったりとかで、あの形気に入ってたのになみたいなのがあるので、前のやつをずっと着たいって思ったり。ありそうでなかった新サービス。松下さん、まだまだいろんなお直しがあるそうですよ。迎えてくれたのは松下です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ユニクロのお直し事業を立ち上げた花田彩さん。よろしくお願いします。まあ、お直しといいましてもいろいろあると思うんですけど、どのレベルまでこちらで直していただけるんでしょうか？はい、こちらのニット、カシミヤとかメリノとかなんですけど、ちょっとだけ穴が開いて、はい、もう着れないみたいなことはあるんですけど、そういう時はあのつまんでちょっと縫って直したりとか。あ、これ直してあるんですか？そうなんです。これどこを直したか分かりますか？こちらです。手縫いで直しているそうです。料金は1箇所500円。あと今一番多いのは実はダウンです。そうですね、はい、はいはい、なりますね。ちょっとだけ切れて、うん、あの出てきちゃうっていうのを、内側に実はポケットがついてまして、でもここの布を切って、うん、当てたりとかいうこともしています。付属のダウンを入れる袋を当て布に使えば、見た目はこの通り、ほとんど分かりません。あ、すみません、あれ、エッフェル塔、違う、東京タワーだ。東京タワーです。かわいい。あ、自分で柄を選んで、はい、直すだけではありません。100種類以上のイラストや文字を刺繍することもできます。だからこんなお客さんも。かしこまりました。持ち込んだのはなんとこの日買ったばかりの新品のダウン。あのゴルフコンペの商品を作りに来ました。オリジナルのものを作れるので重宝してます。500円から2000円ほどでユニクロの服が生まれ変わる新たな取り組み。
お直しの技術をさらに研究し、扱える服を増やしていく予定です。こういったお直しっていうのは、どういったことがきっかけで生まれたんですか？実はドイツの店舗で始めたんです。でそれがニューヨーク、イギリス、店舗が、この試作いいねっていうことでやり始めて、日本でもやろうということになりました。でもやっぱり、それとは逆に、店舗の品物、新しいものっていうのが、そっち買ってほしいじゃないですか。そこはどういうバランスなんですか？私たちとしてはお客様に商品を一回買ってもらっただけで終わりっていうことではなくて、破れたら戻ってきてもらうっていう、何度も何度もお客様に店舗に戻ってきていただくっていう関係性を作り上げたいと思っています。でそうすることによって長い目で売上にも寄与していくということを、考えまして。2月下旬、お直し事業をさらに広げようと花田さんが動き出しました。ジーンズは補正のミシンで布を当てて上から叩く。集められたのは普段接客などをしているスタッフたち。前橋の新店舗に配属されるのが西山和希さんです。早速研修が始まりました。この日習うのは、今日は刺し子っていう、日本の伝統的な刺繍を言っていただきます。こちらが刺し子。およそ500年の歴史を誇る和裁の技法です。縦と横に何度も糸を通すことで服の強度と保温性が高まるそうです。このレトロな模様が若い人にも人気なんだとか。短大で服飾を学んだ西山さん、早速刺し子にトライしますが、大丈夫？今どこでないのか。入りです。入り方、布の向きが逆。縫い方を間違えてしまいましたが、生地が厚いので針を抜くだけでも一苦労。縫い目を見てみるとかなり曲がっています。本来は左側のように漢字の米のような縫い目が整然と並ぶはずですが、大学でやってたんですけど、ちょっとこれは初めてで苦戦してます。花田さんが挑む国内2つ目のリ・ユニクロスタジオ、オープンは2ヶ月後に迫っていました。4月6日、群馬県前橋市の巨大ショッピングモール、その一角にオープンを間近に控えたユニクロの店舗が。花田さんが開店の準備に追われていました。これは今期からリサイクルですよね。ここにリサイクル入ってます。これからのユニクロを占う新店舗、新しい仕掛けが満載です。はい、こちらユニクロコーヒーカフェをご用意してます。店内にはカフェも。さらに売り場の天井は天窓を設けて陽光が差し込む工夫が。そして花田さんが一番気にかけていたのが、お疲れ様です。お疲れ様です。どうですか？難しいですか？あ、色変わってる。2ヶ月前の研修では初めての刺し子に苦戦していた西山さん。
もう開店間近ですが、どうですか、練習は墓の手をますか。はい、おー、さすが米差し。花田さんも驚きの出来栄えがこちら。綺麗な縫い目になっています。左の研修の時と比べるとどうですか。実は西山さん、この2ヶ月猛練習を重ね、店頭のサンプルを任されるまで上達していました。その腕前は色の違う糸を組み合わせオリジナルのデザインを作れるほど。楽しかったです。着た服を捨てちゃう方とかもいらっしゃるので、そういう方が少しでも減るように、自分が携わったことでお客様に喜んでいただけるのであれば、たくさんもっと練習して上手くなって多くの方に喜んでもらいたいなっていう思ってます。一方、アメリカ・ニューヨーク、その中心地に今話題の店が。皆さん覚えていますか？フォーエバー21。かつて日本でも人気を博したファストファッションブランドです。経営破綻で日本から撤退しましたが、なんとアメリカでは息を吹き返していたのです。